崎風橋ママ。ママ、ここはどこでしょう？ここだけ見ると工事中のお寺。ママがすごいさ、台湾の歴史とか古い建築物とかすごい好きでしょ。うん、大好き、うん、台湾にはそういう歴史ある建物がたくさんあるのね。だからそういうところ行きたいと思うんだけど、うん、こういう建物ってちゃんと管理しないと、もうどん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 腐っちゃったり、うんうん、壊れちゃったりするわけでしょ、うんうん、今日は修復の工程とかも見ることができるから、うん、そうだね、今日は一緒にそういうところを回ってみたいと思います、うん、一緒に勉強しながら回っていきましょう、うん、それではレッツゴー。うわー、なんか台湾の映画村みたいなところに一人で行って、あ、こういうところに入れるなんてセットみたいだね。確かに、時代劇のセットの中みたいだよね。そうだよね。これさ、昔なんかうちの近所にあったような。でもなんか私知らなかった、こんなところがあるんだね。え、これも懐かしい感じ、この襖とかさ、ね、でも綺麗だね、100年前の ね、管理がすごいよね。すごいね。ハオス、ハオス、ママずっといつドカン。これ何回も見たけど、見られないんだよ。ずっと今見ても見られない。すごいね、今にも飛び出してきそうな。本当だね、すごい迫力と。ちなみにママ実はここ200年前清朝の時代に建てられた、うん、日本でいう寺小屋みたいなところ。すごくない？すごい、なんか雰囲気がさ全然違くない？本当だね、セットみたいだね。確かに、時代劇のセットの中みたいだよね。ニハニハー、你是这里的老师？这一次负责传统彩绘本身 的匠师，就是你们看到这个本身是我负责的。啊，这个画画也是吗？こうやって修復してるのがこの先生なので。そうなのね。老师是在哪里学的？我是大学的时候是学这个古迹艺术修复。啊，很特别。在台湾做这个的人已经越来越少，那我还是想说做一个传统工艺的传承。ここは何もなかったんだけど、うんうん、あの先生がこうやって描いて、うん、すごいね、今にも飛び出してきそうな。本当だね、すごい迫力と。200年以上前からのものが残ってて、うん、しかも修復して継承されているっていうことはすごいことだね。我有一个问题，あそこはさ好像昔のものに見える。就是有很像月亮形状，嗯嗯嗯嗯，那个蓝色跟白色那个就是新的，然后你看它横的这三个比较主要的结构就是旧的，很漂亮。所以在台湾的修复的话，就是现在比较流行就是新跟旧会加在一起。那在日本的话，反而是就是会修旧如新，就是重新再翻修一遍。啊，所以不一样。有一点不太一样。嗯嗯嗯。どれくらいに一度修復作業をされている？在台湾的话，彩绘大概30年。30年に一度。そうなの。まあ、大体平均30年だけど、うん、その前後で、うん、私たちも結構台南に行っていろんな昔のものを見たりしたでしょ、うん、リフォーム中のさ、うん、場所に行くとやっぱり違う感じ。いや、こうやって作るんだなっていうのも見れるし、ね、いや、どれくらい時間をかけてこれを描いているのかな。いや、修復的话花很多时间吗？这两间跟旁边的4间6间加起来大概3到43から4ヶ月かかるらしい。ああ、本当。そうだよね、こんなに。そうだよね。うん、細かい、繊細な絵だもんね。でも、こうやって守る人がいるからこそさ、うんうん、私たちも今見ることができるし。ね、後世にもずっと ね、伝えられていけるんだよね。うん、わ、わあ、すごい。え、这个风格有一点不一样ね、軍艦艦的。これも違う。あ、なんかお食事。蓮の花だ。它这个主要就是台湾在祭祀会用到的一些物品，像花啦、香烛，然后跟水果，然后跟茶。对，然后那边比较有意思，就是说这边那个是官帽，然后这个是爵杯，那其实合起来的意思就是加官进爵。台湾、嗯，这个是什么呢？这个是石头吗？石头，对，就是画有点像玉。頭につけてるのもよくお祭りでさ、火の車通ってる時みんなこういうのかぶったり。これも日本で見られないもの、ね、そうだね、見られないね。もうこの過程を見られること自体すごいよ ね、工事期間も見られるって、公開してるって、ね、うん、一般市民に寄り添っている感じがする。本当だね、うん、でしかもさ、私たちにとってはさ、台湾のこういう
建築物ってあんまり見ることがないからさ、そうだね、見られないよね、すごいさ不思議というか、うん、なんか新鮮だし、わーすごい、これ一つ一つが教室になってるの、わー本当になんか歴史を感じる素敵な建物だね、わーなんか台湾の映画村みたいなところに一人で行ってこういうの見た、見た、うん、あこういうところに入れるなんていいね、ここで、うん、あの工作も体験できるんだって、でこれは持ち帰ってお家に飾ることもで、後年とかの時にさ、うんうん、かかってるさやつみたいな感じでさ、服が反対になってる、あそう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 、うん、ああいう感じでさ、まあ、对于是那个传统工艺然后跟春联的一个结合、嗯、就是让传统彩绘可以吊在家里，那个体验就是说它的名字叫安金嘛，那顾名思义它就是要贴金箔，那其实贴金箔在日本也是很常见的一个技法，像那个金格子啊，金色的那种贴金箔、嗯、啊，本当的金箔？这个是真正的吗？哎、哦，这次的图案就是说我们是蝙蝠的形象，嗯，那在我们的门诊的裙摆那边就会看到这个形象、嗯嗯、啊。一样的，对，一样的。所以等于说，你做完这个作品之后，就是也是把高氏宗祠的一个特色带回家。哇，很有意思呢。哎，但是啊，现在是暑伏中嘛，大家都可以进来嘛。哦，这个活动之后，市政府在十月多也会安排两场，然后也是在这个空间去做这个安金小品的体验。哇，所以大家都可以体验。对对。難しそう。どこから？いいよ、大丈夫かな？ファンソーらしい。違う？ここじゃないらしい。この中らしい。あ、中なんだ。そうそうそう。どうしよう。没关系。那我们就妈妈的这个，我就画图案就不要画。ママはじゃあこのまま続けてだって。あ、この。我们画好了，然后要做什么呢？接下来下一个步骤，我们要准备金，嗯、就是准备金子。我们的金箔，那要让它有一点粘附在这张纸上，哈哈哈，所以我们要沾这个东西，就是这个。泥鳅，泥鳅，它有一点点微粘性，可以让它让金箔粘在这上面。でしょ？啊，すごい！哎，くっついて。对，やばいやばいやばい。那那个就当你的指甲油。すごい、この経験ないよね。これだけでも難しいのにさ、あんなんだったらさ、超大変だわこれ。これ大人でも楽しめる。大家。ああ、すごい。那像这种残金五秒礼堂，我们等全部覆盖完你的胶之后，嗯、再来修理。哎，这个很好玩耶。那这个金可以重叠没关系。好。真是めちゃすごくない？嗯。这个做法也是比较传统的嘛。就是像我们啊，这样。そうか。もうもうこうやってやってるし。一つ一つ。そう。この面積だけで大変大変って私たちも言ってて。出てきました、すごい、これは本当に台湾って感じだね、うんうん、金箔を使ったことによって余計なんかゴージャスな感じ、うんうん、紐をつけて完成らしいです。この後は今から日本統治時代から続いている伝統市場に行ってみたいと思います。すごいところらしいので、うん、じゃあ早速行ってみましょう。ここは新風市場って言って、うん、中に日本統治時代に作られた市場があるらしい。すごい。え、でもここもすでにさ、昭和の感じがするよね。すごい懐かしい感じがあるよね。これ、何回も見たけど、うん、見られない。何回も見ても見られない。ほら、日中関係。不好意思啦。谢谢，满满的人情味，怎么办？谢谢老板娘，見てこれサービスだぜ。妈妈ずっといつどかん。下水食べよう、いただきます。うん。うん、スモーク？うん、スモークかも。ね、うん、好吃。很好吃。很好吃。丸ごと売ってるってことは本当に新鮮だし、脂身もすごいね。超ゲニュー、豆腐醤。嗯，超好吃的。妈妈
ママ最初来た時にさ、ちょっと怖かったけど、うん、今もう慣れたかな。ねえ、ボーニーの時もこういうテーズを貼るんだけど、うん、このお店の店長さんは自分でこういうのを書いてるんだって。ニシエだまさか。哇好厉害哦很帅耶我的兴趣呀你开了多久呢应该接近七十年了市場に来たらさ、みんなバイバイとかさ、うん、いらっしゃいとかさ、うん、日本語でいらっしゃいませとか、うん、ありがとうって言ってくれたりね、嬉しいよね、ここに来たらタイムスリップしたみたいな感じだ ね、 そ、 んな感じだね。そして、見てここの建物が素敵だね。そう、ここは日本統治時代に建てられた建物で、うんうん、今は市の文化資材になっている、これさ、昔なんかうちの近所にあったようなすごい、中も日本だ、日本語だ本当だでもなんか私知らなかったこんなところがあるんだね本当になんか懐かしい感じがする本当だね、うん、ここは本当に昔市場だったんだってあ、おみこしあ、これおみこしそうだよね、畳のあ、本当だ、畳もあるし、ね、これはさ、めっちゃ台湾じゃんこの部分は超日本見たいうことねそうだねここのレプリカなんだけど、うん、本当にこういう感じだったんだってここは第二次世界大戦後の中の様子、うん、ここは100年の歴史がある市場なんだけど、うん、でもどんどんなくなっていくとさ、もったいないでしょ、うんうん、こうやって昔の日本のものをね、うん、台湾の方が使ってくれてるのって日本人としてはとても嬉しいよね本当だねこんな大切に ね、うん、ねしかも保存状態もめちゃくちゃいいし、うん、ママ見てこういうさちっちゃいのいっぱいあるでしょ、うん、ここに QR コードとかあるんだけど、うん、今の若者って市場に行く習慣がなかったり、うん、どうやってお買い物すればいいか分かんないっていう人もいるから、うん、缶詰を買いたい、うん、そういう時はここ、うん、こういうのが買いますよってわざわざ書いてあるのでこの下の床があるでしょ、うん、これは本物の約100年前のそうなんだでも綺麗だね100年前の ね、 ね管理がすごいよ ね、 すごいねここのポイントとしては形が U、うん、の形になってる、ねうん、台湾では見られない建築物の形なんだって日本の風水とかとも関係あるのかなってもう一つすごい有名なところが向こうにある氷屋さんなんだけど実はここの氷屋さん、このおばあちゃんがやってて去年まで運営してたらしいえここでやってたのそうそう本当にやってたんだってでも今ちょっと体が悪くなっちゃったから去年までだったらしいもう見て中庭もあってインスタ映えスポットみたいな感じでこれも修復する人が頑張って直したでもすごいよねこんな綺麗にさ当時の姿をさ蘇らせるってすごいよね古き良きものを残しながら綺麗になってるところがこの技術もすごいねじゃあ今はちょっといろいろ回ってみてその後ちょっとカフェで一服しましょうめっちゃくちゃ日本のめっちゃくちゃ昔のお家に来たみたいな感じだねえこれも懐かしい感じこの襖とかさ、ね、すごいねここ本当に、うん、そして昔の建物を見ながらこういうところでご飯も食べられるという最高のセットですじゃあ早速いただきましょういただきますいただきます、うん、すごいめちゃくちゃおしゃれなんか、うん、おばあちゃん道みたいなところでさママをさ連れてきたさ、うん、このコースはさいいところでご飯も食べられるし、うん、文化とか、うん、体験もできるし、ね、歴史もできるし、うん、とっても勉強になったねねえほんとさどう、うん、今日のさああいう技術見て日本のさ最初から作ってあるあの技術もすごいけど、うん、ここまで80年とか残している台湾の技術もとってもすごいよね、うん、全部そのまま残したんじゃなくて、うん、いいところを残しつつ台湾らしさもちょっと含まれてて、うん、とっても感動したわ、うんうんはい、続いてのスポットに来ましたでも雨降ってるんだけどなんかそれもいい雰囲気になってる ね、 そ、 ね、うん、そしてここはですね日本統治時代に建てられた砂糖の倉庫なんだって砂糖がここに蓄積されてたのそう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 貯蓄されてたところで、ねうん、倉庫ってさすごい大きくてさ響いて平らでしょ、うん、ここはすごい劇をするのにすごいぴったりなところすごい活用方法だよ ね、 だね100年の歴史の工場を無駄にしないでさ、うん、今でも
ったわけだもんね、それでね、私も体験できるらしい。今日、え、本当？そうなの？踊れるの？なんか一緒にキキをちょっと体験させていただけるらしい、ね、嬉しい。中と外全然違うね。全然違うね。全然想像できなかったわ。しかもこんな大きい舞台なんだね、うん、舞台こんなに広いの。この舞台めちゃくちゃ広すぎじゃない、うん、なんか気持ちよさそう。踊ったら、ね、客席と舞台が近いからなんかすごく親近感が、確かに臨場感もありそうだ ね、うん、うだね。素晴らしいよね。すごいよ ね、 さっきの台北グジルのパッケージにこの劇場を見れるツアーの一つなんだって、うんうんうん、だからそこに参加したらここも見ることができるらしい、いいね、上がれるって ね、 ね。でもさ、台北にさ、こんだけさ、うん、日本統治時代のものが残ってるってびっくりだし、うんうんうん、活用方法も本当にびっくり。そうだね、倉庫だったと思えなくない、ね、あの工場の建物はこうなってたらしい、うん、本当は。すごい、めっちゃ倉庫だ。あ、上に行けば行くほどなんかすごい倉庫の感じが、ね、レンガすごくさ、ね、趣があっていいよね。本当だね。日本人とかもサワンファーとかはよく行くけど、こういうところもぜひ来てほしいね。そうだね。もちろん台湾人も、本当に来てほしい。ハニハニハ、今天要做什么呢？今天呢、我们会把戏配，我们会穿着戏服，然后一起来排练，很认真。頑張ります。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。你们的舞台是很特别，在日治时代改的仓库，你觉得怎么样呢？我觉得它是一个蛮特别的场域。幻策小剧场其实是台湾第一个，就是由剧场来营运的民间的场馆，所以其实很难得会有这样的。以前我在当 freelancer 的时候，大部分我们可能要排一个像这种22x14米的舞台剧，但我们却只能挤在像是办公室那种非常小的空间来排练。但其实在万座有一个非常特别的地方，是因为它场地就是这么大，所以它可以因应各种不同的空间。所以我们在排练的时候，我觉得演员是很幸福的。这个环境也是很舒服的感觉，很舒服啊，很幸福的。现在百年的仓库里，我觉得它的确会有一种历史跟现今叠影的感觉。頑張ります。頑張って。どうしよう、セリフ全然覚えてない。格好も舞台もさ、もう完璧なのにセリフ全然覚えてない。どうしよう。似合ってる？うん、似合ってる。私のために申し訳ないんだけど、今心臓バクバク。こんなプロの人たちに急に混ぜていただくことになって、もうめっちゃ汗かいてる。帰れ。那我们先来排练一次哦，来准备，走，登岸。阿公，你叫我对来的时阵吼，煞是要死啊！我煞对来的呢，是要吼下蛋去呢。等一下。那我们就要正式来咯，好紧张，怎么办？谢谢，ありがとうございます。阿婆，你说我回来的时阵吼，到一尾鱼啊，我打回来啊，一尾吼下蛋鱼呢。阿仓蹬着一部破旧的脚踏车。28寸的大车子，本来就不是像阿仓这样的小孩骑的。阿仓骑在车子上，屁股不得不左右滑上滑下，包在盐液里的手肩仔跟着车身摇晃得相当厉害。阿仓知道，这条肩仔鱼带回山上，祖父和弟弟妹妹们将会有多么高兴。沿途什么都不在阿仓的脑子里。他只是一昧的想要把给把一昧的鱼给阿公，他想要一见到阿公，就把鱼提成高高的手。哇，外地好，外地好，哇，
我搭一个椅子对来呀、啊。啊，すごい！ありがとうございます。啊，我很感动，真的。啊，真的，谢谢，感谢你们。ありがとうございます。わあ、こんな体験させてもらうって。ありがとうございます。我現在真的很感動。すごくね。すごいね。しかも台湾語も中国語もミックスで覚えてたから。うん、そしてさ、ここにはあの耳が聞こえない方とかもいらっしゃるでしょ、うんうん、みんなで協力し合って作れる、ね、この空間がすごいよ ね、 ね、 なんかすごい暖かくて泣きそうになっちゃったわ。分かる、私も泣きそう、分かる、ね、本当だったよね。すごい暖かい舞台だね。私も感動しすぎてる今。なんか日本でも公演してたりするんで、私も来たぞ、ね、今度ガオションとかでも公演があったり、うん、いろんなところで公演してるから本当に見に行きたいで、ね、もう一瞬でファンになってしまった、うん、本当だね、本当に中止感じ。わあ、今日ママどうだった？一日。良かったね。ねえ。いつも見れないような台北を見られて。そうだよね。良かった。今日のルートだと、うんうん、修復中のさ、うんうん、やつも見れたし、うんうん、市場とかも今は展示会みたいな感じになってるし、うんうん、でここはもともとはさ倉庫だったでしょ、うんうん、こうやって変わっていく姿も見れて、うんうん、すごい本当になんか活用方法もすごいし、文化とか歴史を今でも引き継いで残してくれることに本当に感謝だよね、うんうん、そうだね。より一層奥深い台北も見られたし、うんうん、本当に普通に観光施設では見られないところ、ね、たくさん見せてもらって、うん、これはこういうツアーがあるから、うんうん、ついていくだけでさこういう体験ができるから、うん、本当にこのツアーおすすめ。そうだね。ああいうお寺の修復もすごく興味深かったし、うん、普段見れない、ね、見れないよね。市場も生まれ変わって、うんねうん、そしてこのツアーは台北の文化局がやってるものだから、うんうん、本当は文化局がこうやってね今でも私たちにいろんなものを見せてくれて、うん、そして100年の歴史のものを残してくれて本当に感謝してます。台北グチルハイヨヘントヘントダフォトソイナダジャイティヤオカンイシャシャメンダレンジェヨ。そしてこれからもママを連れてたくさんの場所に行くので楽しみにしててください。ハッチンテンレインペンダウゾウビンジェシュビワンジアンチャンアンディユハイヨケイチェシャオリンダハイヨフォローオダインスタグラムハイヨフェイスブックオーランホジャンダシェシェスーパーセンクサダジャランオメクイジェシュパインペンジェンダヘンカシェダジャありがとうございます。ナシャツダインペンヘンハカンソイダジャイティヤオ期待しよう。然后呢，大家看一下下面的链接哦。それじゃあ、バイバイ。谢谢，ありがとうございます。緊张した。你跑到台北来？我都看你的。谢谢谢谢。